こんにちは、塩の山の三枝倉田です。今日もよろしくお願いします。今日、厚生労働省ホームページの新型コロナウイルスの政策について、もう見てびっくりしました。まずは読んでみますね。国民の皆様へのメッセージ。新型コロナウイルス感染症の現状からは、中国国内では人から人への感染は認められるものの、我が国では人から人への持続的感染は認められていません。国民の皆様におかれては、過剰に心配することなく、季節性インフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどの感染症対策に努めていただくようお願いいたします。武漢市から帰国、入国される方におかれましては、咳や発熱等の症状がある場合には、マスクを着用するなどし、事前に医療機関へ連絡した上で受診していただけますようご協力をお願いします。また、医療機関の受診にあっては、滞在歴があることを事前に申し出てください。以上ですが、これは安倍首相が厚生労働省に指示したものです。私が安倍首相は現在の暴君ファラオだよって言っても耳を貸さない人たち、私が今の政治の危険性をいくら訴えても、霊能者はスピリチュアルなことだけ言ってればいいんだと耳を貸さなかった人たち、もう私は YouTube 始める前のもうブログ時代からもう散々誹謗中傷浴びてきましたけれども、もうここまで安倍首相の化けの皮が剥がれても、まだ日本という国を信じている人たち、本当に真実に目を向けてほしいと思います。安倍首相は本日1月28日に武漢市に滞在する日本人に対してチャーター機を出すということでしたが、これ一つとってもまだまだまだ中国の方がまともな対応をしていて、市外への感染拡大を防ぐため、空港や鉄道駅を封鎖するなど、公共交通機関の運行を停止している中国、その中国と日本政府は調整が取れずに、このチャーター機も今の時点では延期になっています。全く情けないのですが、このチャーター機に対してももう安倍ファンだか忖度だか甘い汁だか知りませんけど、もうさすが安倍首相、安倍首相を信じてよかったとか、一時は安倍首相を疑ったけど、あ、やっぱり信じてよかったってね、もうどんだけバカなの。ここで冷たいことを言うようですが、チャーター機を送り込むということは、今の何の準備もしていない日本というこの国に邦人を使って新型コロナウイルスを直輸入するという意味です。それをさすが安倍首相って、もうどんだけバカなの。もっと命大事にしましょうよ。これから私が言うことですが、旧約聖書を知らない人たちにとっては受け入れがたきこと、理解しがたきことなのですが、今回のこの新型コロナウイルスの流行は、安倍首相がこれから計画していたことを
神が人類滅亡の最悪のシナリオを避けるために安倍首相よりも先に手を回したのだと私は思います。安倍首相のそのための無謀なそのための準備は無理な東京オリンピックの誘致や家計学園問題、昨年夏の殺人ウイルスの輸入などを見ても明らかです。みんな旧約聖書を読みましょうよ。あ、でも変な宗教引っかかってたのよ。彼らは旧約聖書での祖先がしたこと以上のことはできないのです。でも私たちは旧約聖書、次に新約聖書、そして今は聖書最後のページを生きるものとして霊的に進化しているものたちです。いえいえ、光に向かって進化し続けている神の子です。だから旧約聖書を読むならば彼らの愚かなシナリオが手に取るように見え、そして防ぐことができます。もうそれにしても政府のこのホームページには呆れちゃいました。新型コロナウイルスは中国では人から人へ感染しても日本ではそんなこと認められていないから国民の皆様におかれましては過剰に心配することなく季節性インフルエンザと同様に咳エチケットや手洗いなど感染症対策に努めていただくようお願いいたします。だってもう国会にばらまいてやろうか。昨日は武漢市のゲテモノ生鮮市場と旧約聖書のレビ記11章の食べ物にまつわる神からの啓示についてのお話をさせていただきましたが、この中国武漢市内には現在中国で唯一最高危険度のバイオセーフティーレベル4の病原体を研究するバイオ施設があることが分かってきました。ということはこの研究所で使っていたモルモットの動物がゲテモノの武漢生鮮市場に出されていたという可能性、とっても高いです。生きたネズミとか私写真見たことありますので、どれももう大昔4500年前にですよ、もうすでにモーゼが神様から絶対に食べてはいけないよって言われているもう食べ物ばかりです。もうこれらのことも明らかにしている聖書について、日本人はこれまでサタンによって聖書と切り離されてきましたが、私は真のクリスチャンである、生まれながらにしてのクリスチャンである日本人でなければ聖書は読み解けないと確信しています。今回の新型コロナウイルスの政府の対応、今私たちは旧約聖書の時代のモーゼと同じ、いやもうそれ以上の人類存続をかけた戦いをしていることに気づいてください。それでは今日はこの辺で、今日もありがとうございました。外出は最低限に控えてうがい手洗いしましょうね。あなたの上にたくさんの神様の祝福があり、あなたの上に神のご加護がありますように。またね、バイバイ。